どうも、こんにちは。くみこみチャンネルにようこそ。では、早速、始めるよ。今回は、電気編の第一歩として、電子回路での CPU にとって身近なところを解説するよ。いよいよ電子回路だね。中の人はソフトウェアのエンジニアだけど、大丈夫なの？中の人、電子回路については専門家ではないので、組み込みエンジニアとして知っておきたいところを抑えるつもりだよ。大体こういう感じ、がつかめればいいかなと思ってる。というわけで、まずは CPU 周辺の回路について解説していくよ。CPU のコアは、IO 部を経て周囲とやり取りしている話は、以前の動画でしたよね。システム全体の脳にあたる CPU では、システムの情報を入力信号として受け取り、主にソフトウェアを使って処理し、出力信号としてシステムに渡す、という仕事をしているわけだね。そして、他に CPU を動かすために必要なものがあるんだ。それは、電源、グラウンド、外部ブロックの3種類だよ。グラウンドは入力というより出力に近いけど、各部電圧の基準になる電圧という意味で、コモンと言われることもあるよ。外部ブロックは、CPU にとってコア動作のタイミングを決めるために必要だけど、最近は内蔵されていることも多いので、そういった CPU では必要ないよ。電源は、高速なコアを持つ CPU だと、コア用と IO 部用が分かれているものもあるし、内部でコア用電源を生成しているものもある。重要なものなので、データシートをよく読んで、きちんと供給する必要があるんだ。あれ？前に話が出てきたリセットっていうのは、信号がないの？おっと、それを忘れてはいけなかったね。外部リセット信号も必要だよ。普通、電源投入後、少し経ってからリセット信号をハイにしないといけないので、リセット専用の回路があったりするんだ。最近の CPU では、外部リセットは電源と連動させてもよくて、CPU 内部でタイミングを見てくれるものも多いよ。その場合は専用回路は必要なくて、リセットしたい時にだけ制御すればいいんだ。リセット信号を、電源投入から遅れさせる必要があるのはなんでなの？CPU が動作するために必要なクロックが安定するまでに少し時間がいるんだ。クロックがきちんと安定してからコアを動かさないと誤動作してしまうんだよ。これらの配線はどんな CPU でも必ず必要で、しかもノイズの許容範囲が厳しいことが多いんだ。なので電子回路を設計する場合には特に神経質になる必要があるよ。かといって他の信号のノイズ対策を緩くしてよい、という意図ではないよ。信号のノイズはまだソフトでなんとかできる可能性があるけど、これらの配線はどうしようもない、ということなんだ。さて、では回路図ではどのように描かれているのかを見てみよう。CPU 周辺は配線が集中するので、信号はタグとして記述されることが多いよ。中でも電源とグラウンドは、他とは違う描き方をされるんだ。電源の方は、電圧が付記されるよ。回路図のシンボルに小数点が使えないので、3.3V なら 3V3、というように、V を小数点に見立てて記述するんだ。グラウンドは当然 0V なので、いちいち電圧は付記しないよ。これらの記号は本来は同じ意味で使われないんだけど、単に基準電圧を示す記号として用いられることが多いので、注意が必要だよ。グラウンドの記号は、作る人によって使い分けられているのが現状、ということなのかな？そうだね。というより、作る製品によってきちんと分けねばならないケースはあるよ。100V とか高電圧の部分と、数 V で動作する部分があると、ちゃんとした意味で使い分けないといけなくなるんだ。いやあ、高電圧と低電圧が混在しているようなシステムでなければ、特に使い分ける必要はないんだね。本当は、きちんとした記号を使わないといけないんだけどね。CPU 周辺回路なら、一番右の、シグナルグラウンド、の記号を使うべきなんだ。きちんと使われている場合と、そうでない場合があることを注意してほしい。
ということだね。アナログ用とデジタル用ではグラウンドが違うんだけど、そこはアナログ用だったら A グラウンドなどと付記したりしているよ。アナログ用とデジタル用でグラウンドを分けるべき理由はまた別で解説するよ。今回は CPU 周辺でよく見る記号についてまずは知っておいてね。あと、さっき言ったタグについて解説するよ。これは配線を整理したり別の回路図に信号がまたがる場合に使われるもので端子とも呼ばれるんだ。抜きに意味がある場合とない場合があるよ。タグには信号名が付記されていて、どことどこがつながっているのかがわかるようになっているんだ。抜きに意味がない場合もあるので、信号の抜きを確実に知るには信号の使われ方を知らないといけないよ。信号に抜きがあるないというのは回路図を描く人によるっていうことなのかな。そもそも回路図CADに抜きに応じた記号が用意されていないケースもあるよ。でも今までの経験上、組織文化や俗人的なことが多いように思うよ。というわけで、CPU 周辺回路についてはこの辺で、回路の説明というよりは、CPU 周辺でよく見る記号から入った感じだね。次回からは本格的な回路の話をしていくよ。わかりにくいところがあったらコメントをお願いします。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは。ご視聴ありがとうございました。